はい、市中睡眠診断士のたけるです。今日もね、ウラインティーブルズチャンネルを見ていただきありがとうございます。今日はね、免疫の強さや力量を判断することの一つ、痛恨というところをね、見ていきます。まあね、痛恨って皆さんご存知ですかね。まあ知らない方もいらっしゃると思うんですけども、市中睡眠ではね、痛恨は天と地、上下にね、貫通して、力量を得ることを、痛恨というんですよね。それで根を持つというふうに市中睡眠では表現したりします。ですからね、痛恨というのは転換が地の根を得ることとも言います。もしもね、転換だけであれば、それはね、張り子の虎のようなものなんですよね。ガスだけで満たされた風船を見ているようなものです。痛恨というのはね、そうではなくて具体的なパワーを持つということです。具体的なね、中身が充填された状態ですので、そこにはね、根拠があって、力があって、それで、ね、事象として発動するだけの質が備わっているんですよね。それでね、このチャンネルではね、市中睡眠というね、占いを通じて皆さんのね、人生が良きものになるような、占いの説明をしていますので、よかったら、最後まで見ていただきたいと思います。で、痛恨はね、日韓が、木の絵なら虎か鵜がね、死にあるか、日韓が日の絵なら、ミカ、馬がね、死にあるか、日韓が土の絵ならね、犬、タツ、牛、羊が、死にあるかですね。で、日韓が蚊の絵なら、猿鳥が、死にあるか、日韓が水の絵なら、イヤね、根が死にあるかですね。それで各十二支のね、成分は、こちらになります。例えばね、木の絵の木にとって、トラウ、タツといった木のエネルギーの土があれば、船がね、錨を下ろして、係留されて安定するようにね、天と地で同じ五行が手を組んで補強し合う働きをするんですよね。蒸気で伝えた他にね、十二支には雑気が含まれていまして、まあ、これはね、増刊の時にお話しましたよね。本気、中気、予気というのがありましたよね。で、これはね、増刊の、説明はね、YouTube の概要欄の方に貼っときますので、まだ見ていない方は、ご覧になってください。でね、それにもね、根があると見るんですけども、根が通ってるから何でも強いということではありません。それはね、また、次回話します。で、ね、例えば、この水だと、水の絵ですね。下肢と年肢に、根の根がありますよね。これは水の五行を含んでいます。ですから根が通ってるんですよね。逆にこっちのね、日韓の土の土と同じ五行は、ないですよね。月韓の寒の絵の根がね、猿と鳥でありますよね。ですから日韓がね、弱い状態になります。まあ、このようにね、父に痛恨して力量を得た疾患はね、明確な作用を及ぼします。また多少のね、酷される状況が来ても簡単には負けたりなくなったりしないんですよね。で、日種がね、強かったりすると自己主張も強くなりますし、パワフルにね、突き進んで強さを持っていく傾向があります。性格もね、ちょっと強くなりがちです。逆にね、弱いとそれだけでね、フラフラ根腐れしている状態で芯がない状態になりますよね。日韓のエネルギーをね、奪われることになるので自己主張も控えめになります。周囲からね、影響を受けやすくなり、一人でね、ガンガン突き進んでいくというよりもね、周りにね、身を任せる受け身がちになる傾向があります。ですからね、名式の痛恨というのはね、言い方を変えれば木の幹に例えると考えます。根元から幹、転換はね、葉ですよね。それにかけてしっかりしてる状態ですね。それでね、月支に痛恨するのがね、最も強くて他の柱の3倍以上のパワーがあると言われています。これはね、月齢というんですけども、月齢はね、また今後説明いたします。そしてもちろんね、月中に近ければ近いほど痛恨が強い。逆にね、時間と年始のように柱が離れていると痛恨力は弱まると言われています。細かく見ればね、転換と同じ五行が増加にあっても、痛恨がね、弱かったりするものもあるので、注意しましょう。ですからね、木の井の木が転換にあっても、父にね、トラウタツの木の成分を持つしかなくて、サルトリ犬といってね、金の性質が強く、木の性質を持たない芝刈りが並んでたり少ないと、木の絵の木を支えるものがなくてね、ふらふらと不安定に漂流している存在になってしまいます。でね、このような状態をね、根がないでしたり、無根であると表現します。
ですからね、無根の転換は力量が弱すぎるために、他の疾患を克服したりね、生じたりするパワーがほとんどありません。というわけで、日韓をはじめとするね、明式内の疾患がね、死にね、痛恨しているのかどうかをね、よく分析すれば、どの転換が最もね、力量があって、働きが明確でね、どの転換が力量がなくてね、単についているだけの飾りなのかがわかるんですよね。何度も、お伝えしますけども、月死はね、他の死の3、4倍の力量があるため、月死に痛恨する転換が最強となるのは言うまでもありません。ちなみにね、明式内の日韓の痛恨力量を中位付けすると、1位はね、月死に痛恨ですね。で、2位は日死に痛恨。3位は地死に痛恨ですね。で、4位は年死に痛恨というね、順番になります。年死はね、日韓から離れていて、遠いからなんですよね。なぜ月死が重要かというと、シンプルにね、自分を表す日中をね、強くする、血の勢いがね、月死の季節だからですよね。増刊や通変の時もね、月死は3倍の力があると説明したのもここからなんですよね。ですから、転換と地死の相関係、痛恨でしたり、またはなはね、等間と言うんですけども、それをね、明らかにして、各々の転換の強さや働き方をね、測る視点を市中水面におけるね、力量論といってね、応用範囲が特にね、広い理論となっております。もちろんね、無根でも巡り来るね、運勢で根ができるチャンスが誰にでもあるので大丈夫です。これはね、複雑なことなので、また説明いたします。ですからね、今回の痛恨は、明式の強弱を見る上でね、まずは必ず必要になってきます。詳しいね、強弱については、またね、説明していきますので、今後とも楽しみにしていてください。今日はね、ここまで。次回もね、これの続きを説明していきます。あなたもね、根があるかを見てみてくださいね。ではね、今日も見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。